皆さんこんにちは。たつぼっち TV の達也です。僕ですね、引っ越しました。ずっとね、引っ越してから動画をいろいろ撮ろうと思ってて、最近はね、更新を怠ってたんですけど、この新しい家でね、いろんな動画を撮っていきたいと思います。いや、俺憧れてたんだよね。コンクリート打ちっぱなしの家に。でね、やっといいとこが見つかって、昨日ね、ちょうど引っ越したんですよ。でも本当にね、トラブルばっかで、ドラム式洗濯機をね、買ったんですけど、昨日ね、家に届いたら、廊下が狭くて入んなくて、もう泣く泣くね、返品したり、このね、僕が今座ってる、これソファーベッドなんですけど、もう夜中までね、友達と組み立てたりして、めちゃくちゃ大変だった。カメラのこっち側ね、めっちゃめちゃくちゃ汚くなってる。で、設備も不便なとこ結構あるんだけど、なんだかんだね、気に入ってるので、ここを拠点にね、いろんな動画を作っていきたいと思います。で、今日はね、軽く僕が最近買ってよかった小物をね、3点紹介したいと思います。まず1点目はね、こちらの香水です。これはね、オーパラディっていう日本のね、ブランドの香水になりますね。最近めちゃくちゃ流行ってて、俺もね、気になって買ってみたんですけど、めちゃくちゃ気に入って、香りはね、3番のフルールってやつを選びました。これピントが合わなくて申し訳ないんですけど、こんな感じです。これね、マジでいい匂いするんですよ。で、香り持ちもすごいいいから、女性にすごい人気だけど、男性にもぜひおすすめしたいアイテムです。で、フルールってやつ以外に、金木犀の香りもあって、それもめちゃくちゃいい匂いします。なんで次はね、僕金木犀を買おうと思ってます。で、香水以外にもね、スキンケアとか、あとハンドクリームとか、ファブリックスプレーとかもあるんで、ぜひ見てみてください。これは、モテる。はい、続いてはこちらの N ドットのバームですね。最近ね、やっと N ドット買ったんすよ。その前々回の動画で僕パーマかけたんですけど、パーマの落ちがね、すごい僕早いんすよ、いつも。なんで今センターパートに戻して、でずっとね、センターパートの時のスタイリング剤は、アニミの面のハードバーム使ってたんですよね。けどやっぱハードバームって名前だけあって、ちょっとね、説得力が強いかなって感じで、もっとね、ナチュラルなものを探してたところ、この N ドットに出会った。で、今の髪型はこの N ドットを使ってやってます。めちゃくちゃナチュラルなセンターパートじゃないですか。ほんとね、若干ツヤが出て、いい感じの毛流れを作れるようなバームです。ちなみにこれはね、セージ&クローブの香りです。普通にいい香りがします。しかもこれスタイリングした後、手に馴染ませて保湿できる効果もあるし、シャンプーのね、洗い流しもすごいいいんで、センターパートのメンズにはおすすめです。もうみんな使ってるか、これは。はい、3つ目はこちらのビーツのワイヤレスイヤホンです。これね、めっちゃ買ってよかった。今まではビーツのね、こういう首にかけるタイプのワイヤレスイヤホン使ってたんですけど、ある日ね、突然つかなくなっちゃって、今回これを買ったんですよ。で、僕今まで特にイヤホンとかこだわりなかったけど、もっとね、スタイリッシュさを求めたところ、これがちょうど発売したんで買ってみたんですよね。最初はね、AirPods と迷ったんですけど、こっちの方が安いし、しかもね、黒が良かったから、AirPods 黒ないじゃないですか。なんで必然的にこれにしましたね。開けるとこんな感じに入ってて、これはね、こうやってつけます。ぴったり耳にフィットして、で、ここ両サイドボタンあるんですよ。で、ここを押したらミュージック再生とかストップとかできます。で、前使ってた首にかけるタイプのやつは音量の調節ボタンがあったんですけど、これないんですよね。なんで iPhone のここのボタンで調節するしかないです。まあ別に不便って感じないんですけど、そこぐらいですかね、前との違いは。最近ね、黒い服あんま着なくなってきたんですけど、ちょっとね、肌寒くなってきてから、またね、黒い服着たくなってきたので、これバッチハマるなと思って気に入ってます。いや、もうすぐね、チャンネル登録者数がね、5000人に到達しそうなんですよ。いやー、めちゃくちゃ嬉しいね。結構ね、オーシャンの動画で来てくれた方が多いと思うんですけど、まあ、引っ越しを機にね、ライフスタイルとかの動画も撮っていきたいなと思ってるので、まあ、いろんな動画を見ていただけたら嬉しいです。ということで、これからも、どうぞ、たつぼっち TV をよろしくお願いします。アリーベデルチ。